グリーンな栽培体系の転換サポート事業実施地区のうち、今回は富山県高岡市からお伝えします。里芋は乾燥と連作を嫌う作物であり、水が豊富で水稲との輪作が可能な水田に適した品目です。本県の里芋につきましては、全期間マルチ栽培ということで取り組んでおりまして、土寄せ栽培に比べて、土寄せ作業が不要となることから省力的な栽培が可能なんですけれども、ただポリモルチを使用しますと収穫前の剥ぎ取り作業が必要だったり、産業廃棄物となりますハイプラスチック、ハイマルチですね、そういったものの処分に経費がかかるといったデメリットがあります。その中で生分解性マルチを使用することによって収穫時の剥ぎ取り作業が不要となるといったことですとか、畝間灌水の際に畝の中に水が染み込みやすくなったり、芋の肥大適温に地温が誘導されたりというようなことで、生分解性マルチを使用すれば芋の収量が上がりやすいといったことがですね、本県の園芸研究所や地域での実証の成果で分かっております。こういった生分解性マルチのメリットですとか使用上の注意点、安定生産のポイント、そういったものをですね、この、マニュアルにまとめまして、生分解性マルチを使用した安定生産技術の普及を今後図っていきたいということで考えております。そうですね、やっぱり後の処理の方ですね、処理関係の方でやっぱり労力がかからないということで始めました。いや、一切もう起こすとどこ行ったかわからんようになって土壌の中に、すき込まれます。はい、それは安心してください。勉強会がありまして、勉強会でマルチになったらこのマルチは会としてはおすすめですよと。だからその時にも全員がマルチを使っております。里芋栽培においては灌水管理、これが極めて重要な技術となります。生分解性マルチを使用すると畝の中がかえって乾きやすくなるということもありまして、灌水管理の方法、こういったものをですね、新しい産地には指導徹底していきたいなというふうに考えております。生分解性マルチは令和4年度も多くの地区で取り組まれております。環境面、労働面でのメリットに加え、富山県で収量面でのメリットが明確になりました。さらなる活用を期待できる技術と考えています。